はい、ちょっと言い忘れがあったので補足しておきますが、生命起源は38億年よりも以前だっていうふうなことを言われています。っていうのは、ウィキペディアに書いてありますけれども、新生細菌が38億年前の化石として見つかってるっていうような話があるので、だから、38億年ぐらいの歴史があってっていうようなことが一応あるんですけど、本当ね、進化とかっていう話をしてると、ふわっと1万年って言っちゃうんだよね。で、1万年ってふわって言うけど、いや、すごいぜっていう。1万年って、だって100世紀ですからね、世界史的に言うと。だから、俺がね、地質学とか地形とかそういうのにあまり明るくないんだよね。それはちゃんと勉強しなきゃいけないんだけど、だからそれがね、どれぐらい正確なのかが全然もう信用するしかないんですよ。で、勉強してないんだから信用しろって話なんですけど、でもなんか認識ができないんだよね。っていうのは、もう100世紀ってどう？認識できる？皆さん。100世紀って俺認識できないのよ。20世紀前っていうと、キリストの生誕が20世紀前ぐらいだから、大体ね、21世紀前だけど、大体それぐらいだから、なんとなく、認識はできるんだけど、なかなか難しいよね。だからちょっとそこが微妙で、1億年前とかって言うと、もう1億年前以上は全部同じなんじゃないかとか思っちゃうんだよね、こっちは。 だからやっぱり進化っていうのは難しいかなって、それぐらい難しいものだなって感じがしますね。はい。で、ちょっとですね、おまけではないんですけれども、この生命とは何かっていうことに対して、そもそもどういう学問で扱うべきなのというようなことをちょっと喋ってみたいと思います。こういう話をした時の、研究者のネガティブなよくある反応っていうのを、ちょっと箸休め程度にというか、なんですかね、同業者お待たせしましたというような感じがするんですけれども、このね、どの学問で扱うべきなのかっていうのを話す上で、ネガティブな反応を話すってことはそれなりに大事なので、ちょっと話しておきますけれども、いい意見も結構あるんですよ。いい意見っていうか、いい反応ね。すごい良かったよみたいな、こういう話を聞きたかったみたいな、なんかそういう時もあるんですけど、もう悪い時すごい悪いですから、リスキーなんですね。で、もちろんこのダベリペースで喋ってるわけじゃないんですけど、ちょっと出してみます。ちょっと面白いですから出してみます。まずですね、君の年でそういう話をするなとかね、俺今29なんですけれども、 もう君の年でとかって言い始める人はいますね。もうこういう、なんだろうね、こうちゃんと社会で生きてきたのかなっていうような発言だと思うんですけれども、君の年とか関係ないですからね、そういうの。俺が割とそれなりに考えて話していることに対して、君の年でとか言われると、これ差別ですから、民主主義ですからこういうこと言わないでくださいって、それでいいと思うんですけど、そういうことです。で、もう一つはですね、これとちょっと関連しますが、そういうことはささっと話してですね、自分の実験について集中的に話すべきだ。こういうことを言う人もいます。で、これはですね、こういう、意味わかんないやつも結構いるから、だから、ちょっと君は自重しておいた方がうまくいくよっていう、こう優しさから来てる部分っていうのはあるとは思うんですけど、こういうこと言ってくる人もいます。で、あとですね、飲み会とかでやれとかね、懇親会でやれとかね、こういうのも多いです。じゃあ学会で何話すんだっていうような感じがするんですけれども、こういうネガティブな意見っていうのは結構あるんですね、残念ながら。で、皆さんはあんまりこういうことは言わない方がいいと思いますし、要するにネガティブに感じたとしても、普通に部分で否定した方がよくて、あんまりこう全否定みたいなのをしちゃうと議論にならないので、やめた方がいいと思うんですよね。で、その中でもですね、かなりすごいのはですね、サイエンスじゃない、わかるわけがない、こういうのは結構すごいですよね。サイエンスじゃないっていうところまではいいんですけど、わかるわけがない、生命とは何かわかるわけがない、なんかかわいそうですよね、逆に。あなたは何、じゃあ何を夢持って生きてるんでしょうかみたいな。そういうのをわかるわけがないって言ってる人が研究してていいのかなっていう感じもしますし、お前の能力じゃわかるわけがないって言ってるんだとしたら、俺に対して失礼ですから、あんまりこういうことは言わない方がいいかなって思いますけどね。で、
実はこの動画を今撮ってるのは、まあサイエンスの世界で、もうこういう話ってあんまりしなくていいかなっていう、あの、いい反応とか、あの、よく思われる時もあるんだけど、ネガティブに思われる時に、こういう、こうなんかね、差別的な発言とかをされると、やっぱりめんどくさいし、あの、うん、まあめんどくさいですね。めんどくさいが一番強いので、だからまあ、まあそういうのは、この YouTube とか、こういうので見てっていう意味で動画を撮ってる部分もあるので、まあサイエンスの社会でこういう話をもし皆さんがする場合っていうのは、それはリスクがあるっていうふうに思いながら喋った方がいいですよ。うん、じゃないと、まあ少なくとも無難ではないですし、で、無難じゃない意見、こういうような意見を聞くことになりますからね。で、まあこういう上でですね、どこに問題点があるのかっていうことを探っていったときに、これどういう分野でもこういう意見って出うるんですよ。で、その中でもですね、まあちょっとこう重みをつけて、まあ俺はですね、こういうのを言った人がどのこの分野のドイツかっていうのが俺の頭では分かってるわけですね。で、それを踏まえながら、まあ各分野のメリット、デメリットっていうのをちょっと語ってみたいと思うんですね。っていうのは、この生命とは何かっていうのは、どの学問で扱うべきなのっていうのは一個あると思うんですよ。例えばですね、高校生の方だとか、まあ大学院で、あの生命とは何かっていうのを本気でチャレンジしてみたいっていうふうに思ってる方、まあこれからね、思ってる方に、どういう分野を掲げてる研究室に行ったらいいのかっていうのの参考になっていただけたらいいと思うんです。で、ごめんなさい、地学は申し訳ない。ちょっと、あの、俺が知識がなくて書いてなくて、もうね、もう知らないのよ、地学。で、そういう人はちょっと俺に教えてほしいんですかっていうか、まあ実はそういう人がいなくはないんですけれども、まあ教えていただきたい部分はあるんですが、うん、まあメリットを語るのはいいんですよ。ただ、デメリットを語るのはちょっと怖いですよね。まあ、ちょっとやってみましょう。で、まあメリットを一つずつ上げていくと、物理学の一番のメリットっていうのは圧倒的な思考力ですとか言ってね、あのデメリットじゃないからメリットは大丈夫だろうって言ってて、このメリットを上げることによって科学と生物学を攻撃してるみたいな感じになってますけど、いや、あの科学と生物学が思考力を必要としていないとは言ってないんですよ。ただ、だってどう考えても物理の方が圧倒的に思考力必要でしょ。で、そこに耐えてきてるから、ここを理解してる人っていうのは、それなりに化学とか生物学とかもパッと理解しちゃいますよっていうのは経験上そうです。あの、俺ってこの物理学とか科学とか生物学とかの研究室に全部いたことがあるので、その中で考えてみても、やっぱり物理学を掲げてる研究室っていうのは思考力が高いなっていうことは単純には挙げられます。まあだからって偉そうにしてちゃダメですけどね。で、まあ科学ですね。科学のメリットっていうのは、まあ分子を自由自在に扱えるっていうのが一個あります。あのね、生命とは何かっていうふうに考えたときに、生命じゃないものと比較するっていう観点が非常に重要なんですよ。で、この生命じゃないものっていうものをいかに作っていくか、まあそれを合成生物学っていうんですが、まあそれと生命と比較するっていうような学問体系ですけれども、それをするにあたって、この分子を自由自在に扱えるっていう観点っていうのは非常に重要です。なので、まあこれは一個一つメリットとしてはあるかなと。で、もちろん生命とは何かっていうことを考えるに、生物学をやらないっていうのは全然意味がわからないので、生物学はそれなりに勉強して、まああんまりね、詳しいタンパク質の名前とかを覚える必要はないかもしれないですけれども、まあ大体の構造っていうのはきちんと知っておく。まあ必要があれば、その、あの、ディテールのタンパク質を扱うっていうことは、それなりには重要だと思います。さて、デメリットです。あー、怖い。で、物理学はですね、まず分かりそうなことしか分かろうとしないんですよ、物理学って。これが結構デメリットで、いやー、あの物理学の人はそんなことないですとかって言うと思うんですけど、他の学問は結構いい意味で無謀だぜっていうのは、化学とか生物学っていうのは、それ分かるのってことに対して果敢にチャレンジしていく、あの、いい意味でね。で、そういうことがちゃんとあるんですが、物理学っていうのは、まあ、これはだからメリットにもつながっているんですけれども、あの、地に足についた論理体系っていう意味では、いいんですけどね。で、あとスケールに対して無頓着なんですよね。っていうのは、まあ俺もそういう部分がなくはないんですけれども、やっぱ物理学、まあそのまま物理だけのセミナーとかを聞いてて、俺が一番質問したくなっちゃうのは、スケール書いてないんだけど、それスケール何っていうのは一番聞きたくなっちゃうんですよね。その感覚がなくて話聞いてられる、その神経が俺はよくわからないんですけれども、大体だから100マイクロメートルはこれぐらいとか、1ナノメートルはこれぐらいっていうのが直感的に持ってるっていうのは、
この生命とは何かっていうことを理解する上では必要だと思うんですね。で、あと、比較的特異性はあまり考えない。あのね、生物っていうのは結構形が大事で、あの、タンパク質のホールディングっていう考え方があるんですね。タンパク質の、例えば二次構造とか三次構造とかっていうふうに、あの、高校でも勉強すると思うんですけれども、なんか形があるからそういう機能を持つっていうことってあるんですよ。なので、この幾何学的特性を考えないっていうのは、ちょっとデメリットとしてはあるので気をつけた方がいいです。あの、物理学というのは丸でしか考えません。あの、丸ね、球形でしか考えませんっていう、あの、嫌味を言われることっていうのもあるので、まあ、これはちょっと注意した方がいいかなと思っています。あとはですね、化学ですね。化学は、まあ、化学の人と話してて、一番、噛み合わねえなと思うのは、最終目標が定まってないっていうことですね。応用系の人はいいんですよ。工学の人は、まあ、定まってることが多いんですけど、理学的な目的からして、化学っていうのは何ですかって言うと、大体の人が、なんだろうねっていう感じなんですよ。だから、そうだとすると、ちょっとデメリットですよね。例えば、まあ、物理学にしても生物学にしても最終目標ってそれなりにあると思うので、理学的な目的としてね。だから、まあ、これが定まってないっていうのは、それなりに微妙かなと。で、ご都合主義っていうのは結構そうで、例えば有機化学で、電子の流れが重要ですよね。で、反応が起こったことを前提にして考えて、電気陰性度から、まあ、ご都合主義的に考えていくっていうのが結構強くて、これが思考力が一個物理と下がってしまうゆえんだと俺は思っています。まあ、こういうのがなければですね、実は化学っていうのはかなり、化学を専攻してるっていうことは、思考力っていう点で、そんなに引けを取らない、物理学に引けを取らない部分っていうのがあるんですけれども、まあ、現実的にっていうのがあるのは非常によくわかるんですよ。そういう意味で仕方ないデメリットはあるんですけどね。まあ、仕方ないっていう意味では全部仕方ないんですけど。で、生物学は、まあ、まず、埋挙主義ですよね。ご都合主義っていう部分もあるんですけれども、世界分けりゃ分かると思ってる人たちが結構多くて、世界分けても分かんないんですよ、残念ながら。分かる部分も多いんですよ。分けることによって学問っていうのが分かるってことはよくあるんですけれども、でも、生命とは何かみたいな、かなり抽象概念に対して、分けただけでは分からないので、これは、まあ、こういうのを考える面では捨てた方がいいと思います。で、これの本当の意味でのデメリットっていうのは、生物学っていうのはこんなもんだからっつって、若手とか学生とかに、分けることを押し付けるっていうことが多分一番の弊害で、そういうことをしなければまだいいのかもしれないんですよね。で、あとは、まあ、生物学は生物、良くも悪くも生物だけしか見てないっていうのも結構デメリットで挙げられるとは思います。どうしても生命とは何かっていう、こう、デフィニッションを考えると、生命じゃないものと比較する必要があるので、生物だけを見てても分かんないっていう点ではなかなか難しいのかなっていうことがあります。で、まあ、メリット、各メリットがあるわけですね。で、デメリット、各デメリットがあって、このメリットをうまく取っていきながらデメリットを補強できればいいんですよ。なので、まあ、俺が考えるのはですね、このそもそもどの学問で扱うべきなのっていう、このクエスチョン自体が間違っていて、生命とは何かを考える上では全部必要なんだけど、ベースとして考えるのは物理学だと俺は思っています。っていうのは、まあ、素粒子からね、宇宙まで全部考えられるっていう、一番こう幅広い。しかも、各理論っていうのがバラバラではなくて、ちゃんとつながってるっていう意味では物理学の思考力っていうのをきちんと使うと。で、これだけではなくて、生物学の実験室っていうのと、化学の実験室っていうのをこう組み合わせたような環境っていうのが必要なんじゃないかな。で、こう、どうしても物理から見ちゃうと、生物と化学の研究室って、実験室っていうのは、こうなんか同じような感じに、もしかしたら思えるかもしれないんだけど、全然文化違うので、これを組み合わせたような環境、まあ、部屋を分けるぐらいでもいいんですけど、こういうのが両方とも必要っていうのは重要かなと思っています。ね、どうしてもこの、じゃあ共同研究すりゃいいじゃんみたいな話になってくるんだけど、それは一部では正しいんですけれども、なんだろう。ちゃんと信頼関係があってやってる分にはいいんですけれども、それがあったって難しいところがたくさんあるんですけど、ですから、なかなかですね、薄っぺらくそうやってやっててもちょっと難しいので、本当は一人の人間が物理学の思考力を持って、で、化学の実験室と生物学の実験室を使って、で、生命とは何かっていうことに対してチャレンジしていくっていうのが、まあ、正しい、立ち位置だと思います。なので、なかなか今の段階では難しいっていうのがあるのかなと思っています。で、この次のお話でですね、じゃあ物理学の中でどういうふうな立ち位置を生物は取ってるのかなというのを話していこうと思います。